河野池銀行は日本にかつて存在した銀行。江戸時代の両外省、河野池家の系譜を引く。三和銀行、UFJ 銀行を経て、現在の三菱 UFJ 銀行の前身の一つである。河野池銀行は三和銀行、UFJ 銀行を経て、現、三菱 UFJ 銀行の前身の一つになっている。1656年、初代。 河野池前衛門正重は大阪に両外店を創業。1877年、第10代前衛門高富を頭取として、第13国立銀行を開業。1897年に普通銀行に転換し、河野池銀行となった。1933年、34銀行、山口銀行と合併し、三和銀行となった。三和銀行本店は、 旧高野池銀行本店に置かれた。1955年、三和銀行本店は、大阪商法会議所跡地に、新たな本店を建設して移転した。三和銀行は、その後、2002年に、東海銀行と合併して、UFJ 銀行となり、UFJ 銀行は2005年に、東京三菱銀行と合併して、三菱東京 UFJ 銀行となった。 河野池銀行本店から三和銀行本店の経譜を引き継ぐ営業上の組織は現在の三菱 UFJ 銀行大阪営業部ということになる。同行はそれから96年6ヶ月後に UFJ 銀行発足に伴い合流することとなった。ありがとうございます。